えこんにちは。無双剣武術会の山本です。石雲流剣術書、お話しいたします。よろしくお願いします。えー、石雲流剣術書、これ読んでみますと、どうもこの、知識でよまあ読むといいますか、頭で読むという,いうか、その読み方だとどうも、 難しいようなんですね理解がなかなかいかないといいますか、えー、一生懸命読んでまあ覚えることは覚えられると思うんですが心がいかないというような現象が起こるようなんですよ。えー、それはなぜかというとやはりあの 心の段階を書いてあるものですから、うん、覚えておいて、ここにこう書いてある、ああ書いてあるということで、それであの、実地に自分の心と所作が、そこの局地に行くかどうかはまた別問題のようなんですね。それでですね、 石油流のこの最後のところに前週の最後のところにですねえそのようなことが書いてありますんでちょっと読んでみますんで「桃流」には「他流」よりはまあ結構心得違いありて 生脈を取り失う紛れ者のいできたらんことを深く恐れてこの一環を期す。えこういう,うことだと思うんですよね。あの、やはり心のことなものですから、えー、勘違いと言いますか、違う理解してしまうということもある,あると思いますので、この 石雲流拳術書全集を書いたということなんですね。えー、続いてですね。文にかかわらず、字続き足しなまわず、ただ愚意の存するところ、並びに戦士石雲の物語にせられたること、逆付きを取り集め書き残し、 当竜修行する人のためと思うまでなり、真実当竜に志き深き人ならば、この章一段の旅、旅に、赤雲一雲同座の勘断に介する心にて、読み玉は、 紅人無重神剣元祖張ヶ谷関雲の弟子のまあ小田切友次ということなんですけどえつまりこの最後のところであの関雲一雲と同窓の関のつもりでまあ読んでみたらいいだろうということが書いてあるわけなんですね。えー、つまり読み進めていってまあ最初のとこ,ところからですね えー、心が、えー、関雲や一雲さんとまあ近い人のような感じになってその席にいると思,思ってですねその心で、まあ、読んでみるということなんですね。あの一言一句もろさずあの学問的にどこにどう書いてたとかで,ですね そういうことでそういういことも大事なんでしょうけどもそういうことよりもえ心がそこへ行ってまあ感動を起こして関羽さんエチウさんと同じような心になって見るという読むということが理解がいくよう,くように思いますえ。それでですねあのだいぶ実は昔の話になってしまうんですけど 20年以上前の話なんですけど、えー、ある、まあ、方が、あの、稽古に行きたいということで、こちらに見えまして、まあ、存じ上げてる方なんですけど、えー、があ、学者方の方で <laughs>、えー、頭脳労働の方で、しかも、まあ、居合と剣道の、まあ、講談者と、 それからまた刀剣の官邸の方ですねのまあある団体のまあせ先生ということなんですけどえー、石運流検事書も読まれてまして、えー、どこにどう書いてあると。 相抜けとかですね、いろんな言葉も全部知っらるわ者で,、ねえー、ですから、えー、それでまあ近くの体育館でその日は、えー、2, 2回ほど来られたんですけど1回目、えー、おいでになって、まあ、説明をしながら父にもなったわけですけどまあ理解の方もなかなか難しいって言いますか。 現象はまあ名教推進から無双剣と自然反応でお見せしてお相手してみたんですけどまあご本人はびっくりなされましてそしてまああの,あのいろいろ所作もお出しになったわけですけどなかなかその、まあ、届かないわけですね。 タイミングもずれてしまううとととおかしいということなんです、ねまあそれでまあますます一生懸命あの詳細を繰り出しまして、えー、ますますおかしいぞこれはとあのゆっくりなのにな届かないと間に合わないと取られちゃうと、えー、いうことにですね まあ、あぜとされまして、えー、言葉も出なくなってしまったというような状態になりまして、まあ、まあ、当然、あの、お茶など飲んでですね、落ち着いて、あの、休憩しながら、また私の自宅に帰ってきて、あの、またさらにね、お茶とかご飯など食べながらゆっくりして、お話を交えて、 また外,外で庭先でやってみよう電気つけてましてねということにもなったんですけどもまあ動転気が動転されまして全く分からなくなってしまったとまあその後また2回3回でおいでになりましたけどもということはそのこういう心のことを書いた 研修書を読まれてですね、熟知されてえと当然何て言いますかねある程度まあできるというか何て言うんですかね自信が終わりになったわけですよねある程度知って,知ってるとこんなふうなのかなということでいう状態だったと思うんですけども。 実際にあの想像の段階とですね実地でやってみるのと実地の,の本当のつまり精神状態のですねえ口であのこの書いてあることはもう一度こういうことが書いてあるってことは言えるんですけども。 原稿の一致というのがむず難しいなというところだと思うんですよ。ですからこの「関売」の最後に書いてありますああのあの遠慮しないでですね「関運さん一雲さん銅座の寛断に返する心に」ってつまり関運さん一雲さんと同席するつもりでこの関雲売りを読んでくださいというのは私もそうだと思います。 そのつもりであの、見たり読んだりしないと、あの、書、この書も、うん、書伝の、古典の書は、心のことが書いてあるわけですけど、その方が心で読まないと、その方はいつものままの、心の状態で、知識だけ入るということですから。それと、なかなか、食べ物で言うと、 あららゆる角度から例えばある,ある食べ物を見てこういうものだということで分かったなと思うわけですけど口に含んでないわけでですよねえ口に含んでないまあ食べてもないとするとどんな味なのだどんな食感なのかというのが分からないような感じだと思うんですけどまあその辺のところが面白いところで心の剣は非常に楽だし面白いなとえ思います。 ではまたお会いいたします。